こんばんは。こんばんは。はい、今週も始まりましたハフポストの就活応援番組ハフライブ、ツイッタージャパンから生中継でお送りしております。ハフポスト日本版記者のフミヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。努力は裏切らない、安次郎です。よろしくお願いします。まあ、裏切る時もいやないんだよ、努力ってないんだからよ。はい、ハフポストとツイッターが連携してお送りします、はい、就活応援番組ハフライブで本社から生放送するよ、はい、今日はございます。まあ、就活応援番組でありながら、うん、はい、働くとは何かとか、うん、お金とは何か、確かに自分が知らない社会みたいなものにガンガン切り込んでいくような番組にしたいなと思ってます。はい、そして放送中たくさんねコメントをくださって、ツイッターでもハッシュタグカタカナでハフライブでぜひ皆さんたくさんつぶやいてください。今日はちゃんと読み上げますよ、しっかり。今日こそはね、 iPad 用意してきたから、うん、今日は高い機械を買ってね、あるぞ、はい、これがやっていこうと思いますので、はい、はい、ね、今ごとんとなったけど、はい、生中継だからこういうこともあるということで、こういうのがいいとこなんだよ。今日は何をやるんですか、はい、お願いしますよ。今日のお品書きです。ででん、出るかな。はい、今週の、はい、お品書き、はい、今週の3分ニュース、はい、これいつもね、文也くんにお願いしてる3分ニュースです、はい、で2つ目がクラウドファンディング業界特集、お金の価値が変わってきたのかと、ちょっと気になる点ですね、はいはい、で3番目が住職に聞け、大好評です、はい、で4番目が辻の気づき、こっちも大反響です、はいはい、こんな形になってますので、はい、どんどんコメント盛りだくさんだな、いいのもね、はい、拾っていこうと思います、はい、じゃあ早速いきましょうか、はい、今週のニュースは何になりますか。今週はですね、もう本当にニュースであったりビジネスマンの間で騒がれまくった単語を、うん、一からがっつり理解していこうかな、はい、思います。トヨタのウーブンシティでございます。全然わかんない、なんだこれ。これですね、うん、画面出ますかね、ウーブンシティ、はいはい、トヨタがですねアメリカで開かれた技術の世界最大の見本市と呼ばれる大会で発表した構想なんですけど、はい、要はシティという名の通り街を一個作っちゃいますよ。そうなの。何をする街かっていうと、うん、実証実験を行うための街、書いてありますね、まあ、自動運転とか、はい、人工知能、スマートホームって分かりますか。な、遠くにいながらもうアプリで家電が操作できちゃうとか、エアコンつけれたりとかね、はい、うん、MAS、まあ、モビリティアザーサービス、移動のサービス化、はいはい、あとロボットなどについて調べていくと、いろいろ実証実験していくという都市なんですけども、はい、これちょっと概要から説明すると、場所はどこかって、静岡県裾野市、まあ、静岡県の東部で、日本なんだねこれね。そう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 、うん、あの富士山の裾野にある、まあ、裾野市なんですけど、うん、まあ、そこにある自社工場の跡地に作りますと、はい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 、で、まあ、場所は、まあ、広さはどうするかっていうと、うん、70.8万平方キロメートル、ちょっと分かりにくいけど、そうだね、まあ、東京ドームでいうと15個分以上、うん、でかいね。多分松井でもホームラン打てない広さそりゃそうだろう、はい、ということです、まあ、どんな街になるのか、はい、トヨタのイメージビデオがあるのでちょっと見ていきたいと思います。なるほど、はい、出ますかね動画、はい、ちょっと網目みたいなものが出てきましたね、はい、トヨタのウーブンシティというものなんですけど、これね、まず道が3種類あるんです、はいはい、3つの街がこう出てくることにしますで、画面の一番左、はい、これが何の道かっていうと、うん、高速で走る自動運転車両が通る道です。未来的な車両で、真ん中は何か一人乗りのモビリティと人が一緒に共存する道、うん、で、あとは公園みたいに、まあ、歩道みたいになってる道なんですね。でこれが3種類の道がこう網みたいに折り重なっていることから、ウーブンシティ、編まれた街という。あ、そういうことなの。もう近未来みたいなデザインになっているんですね。すごいね、これ。はい、そしてこの街の詳しい内容を見ていくと、太陽光パネルで発電してますし、建物の素材も環境に優しいもので作ってる未来だね、なんか。そうで、まあ、トヨタの、まあ、研究者とか、はい、まあ、あの従業員とかその家族、だいたい2000人規模からスタートして住んでる。見てください、窓から実際に住むってことでしょ。そう、で住んで、例えば自分の健康データ取ってもらいたい、ロボット映ってますけど強制したいとか、はい、でも暮らすことそのものが実証実験みたいな、すごいそんな街なんですよ。もうなんかドラえもんに出てきた、いやすごいすごい、なんか未来だねみたいな街なんですけども、でこの後に映ってくるのが四角い、あの、まあ、モビリティとか移動手段なんですけど、モビリティ、あの人とか、あのオレンジ色光ってるやつ、はい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 、あの人とか物とか運ぶだけじゃなくて移動店舗としてもたこ焼きの屋台みたいな、はいはいはい、ワゴンみたいな、ね、してこうみたいな、そんな構想って、うん、あれ E パレットって名前、E パレットなんですけど、そう、まあ、トヨタの移動店車両で、はいはい、まあ、こんなものを富士山の足元に作りましょうという、これもう実際に作ってる、ね、これから構想を発表したということなんですけど、はい、ありがとうございました。すごい街
街だね、なんか、はい、もうちょっと詳しく知っていこう、はい、ウーブンシティということで、いや、まあ、もう一回言うと何をする街なのか、ね、まあ、なんで作るのか、これトヨタ自動車の豊田章男社長が、まあ、発表してます、はい、まあ、これからあらゆるものとサービスがつながる時代、IoT って言うからですか、ものとインターネットがつながる、あ、知ってます、冷蔵庫とかでもいいけど、うん、あとは 5G、 喋るもんね、冷蔵庫もね、そう、うん、まあ、分かんないけどそれは、うん、今携帯の 4G のあと 5G がつながる時代が来るので、はい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 、そこに備えてもう未来になってから遅いから先にビジネスモデルを開発研究しましょうという話、どうやって生まれたか、その状況が結構エキセントリックで、はい、まあ、世界中の今研究所で研究開発進めてるんですって、うん、トヨタでもこのさっきの裾野の工場、はい、跡地どうしようってなった時にここ使って一つの同じリアルな場所で研究できたらどんなにいいだろう、なるほどなるほど、実際にやっちゃおうと、で自由にテクノロジーを保せる、まあ、自分たちの街だからリアルな実験環境を作ってこうという壮大なこうインプレッションがあったわけですね。じゃあ今後どうなっていくか最後に見ていきますけれども、はい、まずはデジタル世界に対となる街を作って、まあ、だからデジタル世界検証するんですね、どういう街にしようか、あ、なるほど、どんな実験ができるかなって調べる、うん、で早ければ2021年初頭から、うん、だから来年の今頃もう作り始めてるかもしれない、なんと夢のある話かみたいな、で、まあ、世界中から最初2000人スタートなんですけど、世界中から研究者技術者が来て、まあ、何ヶ月間のスパンで実験をしていくと、はい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 、いやすごいね、もうまあ、トヨタならではそうなんかトヨタだからだからできるちょっと感じるんですけれどもスケールがでかいなって、そう、まあ、私普段取材してるのが中国なんですけど、はい、中国だともう国がやっぱり作るんですよ、はあはあ、ここで AI の実験しなさいとか、うん、ここで自動運転の実験、なるほどね、でなんか中国ってするので開発がすごく早く進むんですけど、うん、日本もトヨタパワーで先進的な実験投資ができるなと、でもこうやってね先駆けてくれるといいね、やっぱね日本企業が、で日本だけども世界の人たちがここに裾野に集まってきて先進的な実験をしてくれると日本にとってもいいんじゃないかな、いやちょっとワクワクして楽しみだね2021年が未来都市ね、研究者とか住むんだけど記者とか住めないか僕とか行けないのかな普通に、ね、安次郎ね本当何やってるか分かんないけどやってるんだいろいろと、ね、はい、私は記者だからちゃんと住んで取材したいななんて思っちゃいますけどね、なるほど、ウーブンシティ、はい、いいですね、ちょっと覚えときないね、大注目の言葉でございますから、はい、押さえといて損はない、はい、じゃあ今週のこれが3分ニュースでした、はい、じゃあ次のコーナーは、はい、次のコーナー行きましょう、はい、次のコーナーは、はい、クラウドファンディング研究ということですね、はい、いろいろまた語っていきたいと思います、それではどうぞ。落とされても自分を否定されたわけじゃなくて自分にただ合ってないっていうだけなので社会のスタンダードとかに流されずに自分が本当にやりたいことを見つめて頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ここからは、竹下さんと辻さんに、はい、竹下です、お願いします。はい、辻さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日は現役大学生の大山ゆりさんに来ていただいてます。お願いします。今からですねクラウドファンディング業界特集、はいはいはい、クラウドファンディング、あ、ごめんなさい、ずっと僕ずっと間違ってました、はい、こういう人もいると思うんですよ ね、 やっぱね、あえてこうやってそもそもこれどういうサービス、何 なんですか、黒板使って説明していいですか、うん、黒板出ましたね、はい、はい、来ますね、今名前間違えたじゃないですか、だから名前がちょっと大事なんですよね、はい、お願いします。クラウドファンディング、クラウドファンディング、このクラウドってどんな意味だと思いますか、安次郎。クラウド全然わかんない、なんか集めるとか、ね、群衆とかたくさんの人みたいなんですよ、で雲のクラウドってあるじゃないですか、はいはいはい、じゃないんですよね、混んでるとかたくさんの、たくさんの人で、ファンディングっていうのは資金集め、たくさんの人からお金を集めましょうと、じゃあお金必要な時ってどういう時ですかね、なんか欲しい時とか、なんかやりたい時とか、はい、で例えば、僕カレーが大好きなんですねで将来の夢はカレー屋さんを作ること、はい、でカレー屋さん作りたいけど、まあ、お金がないと、うん、そういう時に夢をインターネットで語って、うん、僕はカレーが大好きだ、うん、カレー屋さんを開きたいって言った時に、うん、あ、いいね、僕1000円出すよ、うん、いいね、僕500円出すよ、僕はね、お金持ちだから1万円出すよってことで、クラウド、みんながたくさんの人たちが資金集めに協力してくれるのがクラウドファンディングということで、今すごく広まってるんですよね。そうなんですね、まあ、日本だと東日本大震災をきっかけに広まったと言われているので、ここ数年ずっと盛り上がっているところです。でポイントはですね、まあ、普通のお買い物って値段を決められないじゃないですか、うんうん、決まってますもんね。お金を出す人が結構自由に選べるんですね。あ、僕はちょっとお金ね、今日今月ちょっと飲み会でピンチだから、まあ、500円しか出せないと、うん、あ、まあ、1000円ちょっとママからお小遣いもらったから1000円出そうかな、ね、僕はねお金持ちだから1万円なんて1円みたいなもんだよってことで出せると、でみんなが詰まってカレー屋さんを無事開けるというところ、そこは一つのポイント、はい、二つ目のポイント、これ一番大きいんですけど、はいはい、普通カレー屋さん
ココイチとか行きますか、うん、行きます行きます。ココイチってなんで開いてるのか分かんないですよね、うん、ココイチの店長さんの思いとか聞いたことないですよね。ないですね。でもこのクラウドファンディングはお店を始める人の思いを聞けるんです。ここ普段の買い物、例えばスーパーとかコンビニ行ってもなんでこの商品があるのか分からないんですけど、実はこういう思いです。例えばこの人はまあ、僕ですけど、うん、カレーで日本を元気にしたいんですよ。カレー食べると元気になるんですよ。わーカレーって、だから日本を元気にしたいみたいな。日本を元気にしたい、あ、そういう理由でカレーを作るんだ、そういう理由でカレー屋さんを開くんだっていうことで、うん、ますます共感するんですよ、うん、この人500円しかお小遣いないけど僕は共感した、すごいぞってことで、じゃあ1万円出そうかってなったりとか、あ、ママから1000円しかもらえなかったけど今度はパパから1000円もらって、うん、じゃあ2000円出そうかみたいな風になるかもしれないと。共感の輪が広がってるってことですか、はい、買い物に共感があるっていうのは今までなかったことなんですよね、うんうんうん、お店に売ってる商品がなぜあるのかって分からなかったのが今回思いが分かるということです。金額の差が単純にカレーも食べれるけど、うんうんうん、それプラスアルファでじゃあその思いを1個の本にして本も一緒に渡しますとか、うんうんうん、プラスアルファのこうバックがあるんですね。あ、何か返ってくるんですね、うんうんうん、リターンって言ってですね、リターンがあるんですよね。このリターン、これがねワクワクするとこですよね。例えば、うんうん、手紙を書いてくれたりとか、うんうん、あるいはカレーのスプーンに名前がついたりとかですね。でこのカレーの看板に名前がついたりとか、うんうん、この人しか食べられない特別なカレーが出たりとか、一個一個に思いが乗っかってくるということですね。カレー一個売りたいんだけどそれ以外のものも一緒にこう買おうと思ったら買えるっていうのが新しいですね、はい、この人の思いも買ってるようなもんですね。だから夢を応援するというのは、うんうん、これ日本にあるんですか。日本に結構あってですね、あの実は3社ぐらいあるんですけど、まあ、まあもっとあるんですけど、あの3社以上、まあ、僕が好きなのが3社、まあ、この幕開け全部アルファベットで、はい、幕開けレディフォーキャンパイだったんですけど、はい、あくまで個人的な僕が好きなところですよ。なるほど。幕開けさんは物、例えばいろんなガジェットとか作ったりとか、食、僕日本酒が好きなんですけど、はいはいはい、日本酒をなんか開発したりとか、なるほど。あとレディフォーさんっていうのはまあ社会貢献の、あ、この地域ちょっと盛り上げたいなっていうのがあったりとかで、キャンパイアさんクリエイターが多い印象ですね。3社が結構日本で熱い企業です。キャンパイアの中のグッドモーニングってとこもまた社会貢献だったりして、そうなんですよね。推しです。実は結構3社が同じようなことやってたりとか、ね、あるいは銀行と協力したりとか面白い展開見せてるんですよね。実は竹下さん、この幕開けさんにですね、はい、大山さんが行ってきてもらったんですよ。行ってんですね。お邪魔してきました、早速ちょっとこの VTR があるんでちょっと見てみましょう、はいはい、どうぞ。あら、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。大山と申します。幕開けの広報担当の柳井です。よろしくお願いします。お願いします。わが一定されてるような感じしたんですけど、入ってきて、そうそう、そうなんです、あの、うん、正月期間限定で飾っていて、うんうんうん、あのみくじもあるので、あ、もしよろしければ、いいですか、ありがとうございます、はい、じゃあぶっちぎりの大吉、ぶっちぎりの大吉遊び心満載ですね、このみくじすごい、ここ和のテイストになってて、はい、このワインセラーですか、これもすごい気になってて、実は日本酒セラーなんですよ。幕開けを実は使っていただいた酒蔵さんが全国に140蔵ありまして、はい、全国1400蔵しかないって言われてるので、うんうんうん、10% 幕開けを使って実はいただいていて、幕開けから誕生した日本酒なんですよ。このエリアが幕開けを通じて誕生したプロダクトだったりとかを展示してます、はい、この下駄っぽいですね。そうなんです、下駄っぽいんですけど、実は横にスニーカーとかに入ってるような、そうです、そうです、エアーが搭載されてるっていう、現代の技術と、はい、あの昔の伝統技術を掛け合わせたセッター運だになります。じゃあいいものを残しつつ、あ、そうです、新しいものもっていうのがここの商品です。そうです、そうです。こちら社員が働いてるエリアになります、はいはい、お邪魔します。こちらがエンジニアのエリアで、幕開けのサイトを作ってるメンバーが働いていて、こっちはキュレーターだったりが働いているエリアになります。
キュレーターってどういうお仕事されてるんですか？はい、プロジェクトやりたい方からのご相談をいただいて、その方とのお打ち合わせをしながら、プロジェクトのページだったりを、はい、どんな風な順番でどんな内容を説明したらいいかとか、うん、興味持ちやすいかとかっていうのをご相談しながらご提案するようなお仕事になります。具体的なお仕事内容をお伺いしたいんですけど、はいはい、実際に、はい、技術を持った企業の方々と一緒に製品開発をしたりとか、うんうんうん、事業開発をしたりだとか、うんうんうん、そういったところを並走するっていうようなお仕事を幕開けに載せるための商品作りのお手伝いからするっていうのが僕らの仕事になってます。もともと僕は、はい、サイバーエージェントっていう我々の親会社に新卒で入社をして、はい、インターネット広告の、はい、プランナーという仕事をしていたんですけど、実は僕実家が町工場をやっていて、はい、小さい頃からすごいものづくりが好きだったんですね、はい、そのインターネットの力を使って幕開けの力を使って、日本にもっともっとこう面白い商品を作りたいなと思って幕開けの場にジョインしました。原動力ってちなみにどこにありますか？僕2つあって、はい、1つは幕開けのビジョンにすごく共感をしているっていうこと、はい、で2つ目がそのビジョンに対して自分の中で夢があることで、はいはい、この時代を代表するような発明家になりたいなっていうすごい夢があって、それを成し遂げるために頑張ってると自然とこうポジティブな気持ちで頑張って今いけてますね。起業しようって思ったきっかけとかって何だったんですか？もともと私自身が、はい、サイバーエージェントグループで、広告領域にいたりとか、ゲーム領域にいたりとか、はい、インターネット業界にいると結構コンテンツを作るとか、インターネット広告に携わるって結構インターネット業界でオンリーで終わることが多くて、他業界を、変えるっていうとおこがましいんですけど、はい、に変革をもたらすぐらいのインパクト、インターネットの力でできないかなっていうのがあって、でなんかそのあたりがこうスタートのきっかけではあります。今の世の中の流通構造に私はやっぱり多少違和感があって、そのなんとなく物を買っているし、流通しているもの、流行っているもの、手に入るものを買ってしまっているというか、だけれどもそのものがどういう人によってどういうふうに作られてて、どういうこだわりを持ってっていうのが分かると、より、高くても買えたり、それを大事に使えたりするじゃない。価値を感じてくれる人が増えると高く買ってもらえることが増えるから、そうすると手をかけて作るっていうことがよりできるようになるよね。そうするとさ、いい循環できると思う、と思っているのが分かりやすく説明するとうちのビジョンです、はい。はい、ということでした。いい VTR でしたね。感動しましたね。発明家すごい素敵ですね。た、はい、ここでですね、ちょっとハフライブのハッシュタグでちょっと質問が。あ、はい。斉藤さんからですね。斉藤さん。株式より自由ってこと？そうですね、株式、いい質問ですよね。株式より気軽だと思います。もともと株式もそういう発想というか、はい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 、その企業を応援したいから株を買うということだったと思うんですけど、今後は組み合わせも起こると思います。ここで例えば成功した会社がどんどん大きくなって株式会社になったりとか、そういう連携が進むんじゃないですかね。きっかけみたいになると思うんですね、はい、ここから始まる。なるほど。で実はですね、今幕開けの VTR に出ていた、広報の柳井さんに今日はお越しいただいてます、柳井さんどうぞ。改めまして 株式会社幕開け広報マネージャーの柳井加奈子さんです。よろしくお願いします。お願いします。学生がこう訪問するみたいなことあんまないんじゃないですか？そうですね、なので新鮮な経験で、私全力で出迎えさせていただきます。よろしくお願いします。さっきいろいろ竹内さんからいろんな会社さんを教えてもらったんですけれども、幕開けの他社の違いって何なんですかね？そうですね、ちょっと前提を覆しちゃうので申し訳ないですけど、結構私たち最近クラウドファンディング、お金集めって紹介されることに若干ちょっと違和感を、ちょっとやっちゃうから消しましょうか。その心は
その心は、はい、あのどちらかっていうとその皆さん事業者さんがお金集めたいからって使っていただいてるっていうよりかは、うん、自分のこの商品が世の中に認められる商品なのかっていうのを確かめたいだったりとか、なるほど、自分のこの製品の裏にあるストーリーを伝えたいとかっていう思いで使っていただいてるケースが多くて、であの買っていただく方を私たちはサポーターってあの呼んでるんですけれども、あのサポーターの方たちもあの応援あの寄付したいっていうよりかはあの欲しいから買う、ただあの欲しいだけじゃなくて応援の気持ちを込めて応援購入してるっていうあの状況があるので、あの最近は応援購入サービスってあの自己紹介を応援購入サービス、はい、応援購入サービス、はい、なのでこう群衆からお金を集めるって紹介よりかはそっちの方が分かりやすいかなと。そうですね、はい、そうなんですね、はい、すいません、ちょっとずーさんどうですか、僕はもうコメントしない方がいい、特にテックとかだと、はい、こうよくあの私も使うんですけど、はい、まだ物はなくて作ってないけど、はいはい、それ実現したらめちゃくちゃ世の中面白いだろうなとか、はいはい、便利になるだろうなみたいな事前と、まあ、投資って言葉が正しいか分かんないですけど、はいはい、ワクワクにお金を払ってる感覚があって、でしかも物も届くし、なんかなんなら先行体験的に手に入るみたいな、はい、なんかちょっと嬉しいなみたいな、はい、それちょっとこう普通のネットのなんて言うんでしょう、まさにまさにお買い物じゃないっていう、お買い物じゃないちょっと楽しさがありますよね。そうですね、なんかあの一緒に作る経験を楽しんでいただいているサポーターが多くって、確かになので結構あの届くまでにラグがあるんですけれども、ここまでできましたっていう制作過程を一緒に見れるっていうのは結構楽しい、結構メールとかでね届いたりするんですよね。そうですね、小松さん実際に行かれてどうでした？あ、なんか実際にお邪魔してみて、クラウドファンディングってあまりよく分からなくて、なんか募金とは違うのはよく分かってたんですけど、応援をこう人の名前とかをこう出せるような形でこうあの形にしていくっていうプロセスまでこう一緒に伴走できるっていうのはすごい新しい仕組みだなって思いました、うん、そうなんですよね、はい、すごい。地球さんが実際に やられたことめちゃくちゃ使ってて、それこそ応援的なあれもそうですし、単純にこの商品欲しいもあるし、自分が出す側としてもなんか一個の商品すごく魅力的な商品があるんだとしたら、単純にじゃあウェブでこう自分のページ作ってそこで売りますってよりも、そのストーリーを知ってほしいからクラウドファンディングで今回出そうとか、そういうこうなんかちょっと PR 的な場所としてもすごく機能するのかなと。なんかハードルみたいなのあるんですか、ちょっとここに やりづらい出しづらいとか、大学生やりづらいとか、ちょっとなんか知りたい、ですね、私たち一応審査はしてるんですけど、その審査もあの大きく2つで、あのお金の持ち逃げしないかみたいなところと、結構銀行と一緒ですね、やっぱ詐欺やったらサポーターの方に申し訳ないので、そこのポイントと、あとその作るって言ってるものがちゃんとできるかの実現可能性しか見てないので、このものはなんか多分売れないから幕開けには起きませんっていうことはやってない、達成しなかったらとかもまたあるんですよね、幕開け。そうですね、その方式もあるんですけど、今は結構目標金額を気になさらずに、目標金額にいかなくてもその分が手に入るよっていうオールイン方式でやっていただく方が多いので、なるほど、基本はほぼ成立してますね。はい、なるほど、なるほど、なるほどね。で実はあの、はい、あ、すいません、あ、どうぞどうぞカレーの事例も幕開けでありまして、はい、そうなんですか、はい、みんな大好きですからね、参考になればと思って持ってきたんですけど、はい、あのシックスカレーさん、シックスカレー、はい、あの渋谷にできたお店なんですけれども、はい、どんな店なんですか、出ますかね、はい、面白いですよね、シックスカレーさん、そうなんですよ。でまさにこれはプロジェクトページで、実はこれただのカレー屋さんじゃないんですっていう形で、カレーを通じたコミュニティを作るお店ですっていうところをあのプロジェクトページで伝えていただいてるんですね。でここ会員制のお店なんですけれども、あのまあ昼会員になれる権利が 4,000〜5,000円であったり、夜会員が 8,000円ぐらいであったり、ただそれだけじゃなくって、1500円でこの工場に、あ、工事現場ツアーっていうのもありまして、このお店を作ってるところが見れるよっていうコースもあったりするんですね。あ、これだコースを自分で申し込むみたいな感じなんですね。出す側もこう単純に商品売るってより、その物だけじゃない体験みたいなものも一緒に売れるっていうのが結構新しいですね、はい、そうですね。なのでさっきおっしゃっていただいたような名前を入れる権利だったりとかも、あ、なるほど、なるほど、はい、あったりします。お礼のビデオレターとか、あ、そうなんですか、住所なんか、ごめんなさい、住所非公開ってなんか大人の秘密基地みたいな、まさにまさに、ワクワクがすごい、ワクワクがする、ね、確かに確かに。いや、さっき一緒に見たの900万円も集まるんですね。そうなんですよ、700人以上から900万円、いや、すごいですよね。そうなんです、カレー屋さんで。なので竹下さんもぜひ元気にしていただいて、はい、僕は持ち逃げしますダメです、それはダメです。でも本当にクラウドファンディングで事故率は少なくて、でなぜならやっぱりインターネットの信用って本当に全てに影響するんですよね。だからこれ例えば
お金集めるときに Facebook を使ったりとか Twitter を使ってみんなお願いしますって言わなきゃいけないので、もしそこでズルをしたらずっとその信用がついて回るので、残り続けますからね。そうなんですよね。なんかインターネットすごくオープンなので、信用もオープンになってるというのはすごく大きな点だと思いますね。一個質問してもいいですか？ごめんなさい。あのよく思うあれで、いきなり例えば私が中学生で今漫画作りたくて自費出版したいからクラウドファンディング始めたいと思っても、例えばこう学校の友達しかつながりなくて誰も自分のこと知らない状態で一から発信して誰に届くんだろうみたいな不安ってあると思うんですけど、例えばフォロワーが10万人いたらまず初動が大きいとか思ったりすると思うんですけど、そうじゃない人たちが世の中大変だと思ってて、私もこう一からプロジェクトを立ち上げるのって結構不安があるんですけど、そういうこう初動というか初速のつけ方とかって何か気もあるんですか？はい、ちょっとそのお話の前の話になるんですけど、幕開けのビジョンが生まれるべきものが生まれ、広がるべきものが広がり、残るべきものが残る世界です。あ、なんて素敵なんだっていうビジョンで、なんて素敵なんだ。あのこの話がなんで通じてくるかっていうと、あのいいものさえ作ってればフォロワーがいなくても幕開け使ってくれれば集まるっていう。素敵。じゃあ年齢関係なく、そのやりたいって思いが実現できるっていう、であのちゃんといいものであれば、結構サポーターの方がもうすでにいらっしゃるので、あのすぐにポンって集まったりしますね。なるほど。さっき の, あのセッタの運だも、あの初日で1000万近く、集まって、その2人は本当に東京のクリエイターの2人なんですけど、フォロワーとかでもなく、それなんか今までってなかなかこう知名度がないととか、最初資金持ってないととか、こうじゃあ1個プロダクト作るのもお金集めしていろんな人回ってみたいなのが、アイデア1個でまだ物はないけどこんな夢を語りますっていうところで人が集まるってやっぱすごい素敵なことですね。そうですね。アイデア1個で、ね、いや武田さん、ちなみにお金の価値が変わってきてるみたいな話なんですか？そうですね。あのお金って本来はコミュニケーションなんですよね。ありがとうを言うからにお金をあげると、だからそれが逆転してしまってお金を貯めることに今集中しちゃったので、そこを転換してると、あの今まで気持ちを伝えるってことにお金が本来の価値にお金が戻ってきてるんだと思いますね。で今後はおそらくお金だけじゃなくて、じゃあカレーを作るなら俺は人参切るよとか、あれじゃあ家を建てるのは俺がやるよとか、じゃあちょっと接客やろうかみたいな、自分の価値をお金じゃない価値で提供するっていうなんとかファンディングが増えると思いますね。確かに、あの私たちもまさにそういう世界観になればいいなと思っていて、自分は広報ができるから広報の力で貢献できるとか、デザインができるからとかっていうプラットフォームに上がってはしていきたいなと。なるほど、めっちゃめっちゃ素敵。でも辻さんそうなりますよね、今ね、働いててもそういうの感じませんか？あ、そうですね。特に私ベンチャーなので、ベンチャーとかだとこう全部できる人っていうのももちろんそうなんですけど、ある意味こうちょっと偏りがある人たちが集まっている場所という感覚がすごいあって、こう一点突破型な人たちが多いというか、なんかこうイメージで言うと漫画とかに近いと思うんですけど、ワンピースってみんなルフィだと成立しないじゃないですか、剣豪がいてみたいな、ああいうこうなんかキャラ立ちしてる感じが集まってるのが今っぽいコミュニティなのかな。会社立ち上げる時ってお金が例えば1000万入ってくるよりも、経理の人が入ってくれた方が価値があると言われてるんですよね。能力の方がお金より価値があるっていう時代になると思います。なるほど。結構あの幕開けのページが実は採用ページになって、このビジョンに共感して人が入ってきたりとか、すごいみたいなケースもありますね。めっちゃ PR 場所じゃないですか、あとは銀行さんがこれ絶対売れるじゃんみたいなことが分かって融資を決めたりとか、いろんな人との接点になるんですね。人とのコミュニケーションのなんか循環が巡るって意味で、私もチャレンジしてみたいなってすっごい思いました。なんかこうあの今までお金の話が多かったと思うんですけど、実際そのこの間メディア の, あのこの回あったと思うんですけど、あの残業のリアルとかっていうのもちょっと聞きたかったりするんですけ ど, なるほど、仕事 の, そのリアルっていうのはどんな感じなんですかね？はいはい、結構ないですね。あ、残業ないですか？職種で言うと何が多いんですか？エンジニアさん、エンジニアとまあキュレーターですね。あ、キュレーターさん、どの商品をどうしてプロジェクトに必ず1人、はいはい、あのキュレーターって担当がついて、どう見せるかっていうのをサポートさせていただいてるんです。給料はいいですか？給料はそこそこに先に上場されてありがとうございます。冗談がちょっとうるさくて失礼しました。あの皆様にうちの記事ではまた違った形の、そうですね、あのクラウドファンディングではないんですけど、ちょっと1個これ漫画ファンはもう衝撃を受けたニュースがあって、ちょっと記事見れますかね。
はい、ちはやふるっていうこの漫画、人気漫画なんですけど、はい、聞いたことありますかね。ちょっと聞いたことある、はい、みんな大好きで、もう全員読んでますね、はいはい、聞いていいんですか、はい、国民の半分は読んでるから、はい、読んでますね。競技かるた、かるた、スポーツみたいな扱いで高校生が、はい、あの主人公なんですけれど、うん、実はあの競技かるたを支援するために、うん、漫画の主人公が、出てきてですね、でみんなお金が集まってきてると、でこのお金を使って競技カルタを支援するという流れになってますね。今までだったらこういう文化とかスポーツというのは国の税金だったりとか、あれ寄付だったりとか、あるいは収入いろいろと難しかったんですけど、漫画を通してお金が集まってくると、まあ、これも一つの、まあ、クラウドファンディングではないんですけど、お金が思いに変わってるという。なるほど。なんかこう漫画っていうもの、まあ、カルタっていう文化でちはやふるが生まれて、うん、そこからまたカルタっていう文化に帰っていくっていうのがすごい素敵ですよね。うん、そうですね。フィクションとリアリティはごっちゃになってるんですよね。なるほど。フィクションがリアルを動かして、リアルがフィクションを動かして、だから実際にじゃあもう学生とかもやってった方がいいんですかね。はい、あの今度就職活動じゃないですか、ね、はい、とか絶対これやった方がいいですよね。そうですね。あのエントリーシートに書くときに、なんかテニスサークルの副会長っていうどうでもいいことを書くよりはそれもそれで大事ですからね。クラウドファンディング1回やるだけで違いませんか。そうですね、はい、実は今大手企業さんでも研修に幕開け使おうみたいな研修をやってかれたりとか、で実際新規事業も生み出そうって言ってるだけじゃなくて、幕開け使って生み出してごらんって、でそれをやることによって学びがあるからっていう大手企業さん。なるほど。エントリーシートに書けると思います。お金の流れはこうなってます、はい、実際技術やってましたっていうと、これ採用したくなりますよね。いいかもしれないですね。まあちょっといろいろね、まだ聞きたいんですけど、ちょっとそろそろ次のコーナーに行きたいと思いますので、はいはい、次のコーナーは住職に聞けになります、はい、柳井さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。環境も自分も絶対変化するので、その時自分が一番楽しい、自分が一番やるべきだと思うことを、やるのがいいと思います。自分が好きなこと、経験したことを最後まで信じ続けることだと思います。はい、じゃあこのコーナーは住職の聞けのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お答えいただくのは青江確保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速いきましょうか。今週のお悩み出ますかね。いいですか。今週のお悩みは、結婚を優先すればいいのか、それとも働くことを優先すればいいのか悩んでます。ダンさんからです。なるほど。結構多いんですか、こういう悩みは。もしかしたらこれはね、リアルにも僕の周りもすごく多い悩みですね。で、僕実際に僕がね、お坊さんとして結婚するかどうかすごく悩んだ時に、はい、まあ悩んだんですけども、はい、して思ったことを一つだけお話しするとしたらば、結婚する前って一人称愛なんですよね。私が今日何しよう。なるほど、はい、でも結婚した後って we になるんですよ。僕今日飲みに来たい、でも愛ではもはやないから家族になって、で2人の中でどう考えていく、もしくは子供が増えたりと家族が増えていくっていうことになるんで、一人称がまず変わるっていうことなんですね。というのと、あと結婚は今回この質問もまずあのするしないみたいなところがあると思うんですよね。いつしようみたいな。でもここはね、今までの例えばあの受験をするしないとか、テストを受ける受けないとかと違って、結婚に関しては絶対に 100%相手がいることなんで、できるタイミング、できないタイミングっていうのがあるんですね。でこれは仏教で言うとご縁っていうのがあるんですね。ご縁、因果関係ってあると思うんですよね。原因があって結果がある、うん、でも例えば種をまいたら全部花が咲くかって言ったらそうじゃない、知り合ったら全員と付き合うかって言ったらそうじゃないですよね。そうですね。大変なことになっちゃうから、めっちゃ知ってますね。でそこには何らかの目に見えない縁っていうものがあるんですね。これを大切にしていくっていうことをしないと、結婚っていうのはするしないじゃなくて、できるタイミングにできない、できるっていうことしかならないんですよね。住職の縁っていう言葉の重みが半端じゃないですね。ありがとうございます。なるほどなるほど。滝さんどうですかね。そうです、住職なんで愛とかウィーとか英語から入ったんで確かに確かに違和感がありました。でもあのすごいいいなと思いました。縁っていうことはそんなに深く考えたことなかったので、うん、いいですよね、うんうん、なんかすごい思うのは、結婚と仕事って手面もあるんですけど、うん、なんかいろんな考え方ありますけど、結婚っていうものを重く捉えすぎなところがあるんじゃないかなと思う。私今24なんですけど、うん、なんかだからまだ時間がなくて思っちゃうのかもしれないですけど、うん、なんかこうそれこそ今昔バツイチとかって言ったじゃないですか、うん、はい、でその実際にバツっていうのを、うん、あれ戸籍でしたっけ、ね、戸籍につけてたからバツって言ってたみたいなんですけど、うん、今それつけなくなってて、それこそなんかこう
人と別れることがすごく悪いことっていう見え方になると思うんですけど、なんか必ずしもそうじゃないし、なんならこう仕事だって変わっていくわけで、人生っていろんな場所で変わっていく可能性があるから、なんかこう結婚っていうだけじゃない、例えば5年スパンで続婚式やるとか、つどつど自分の人生に立って立ち返るみたいなことをやらないと、すごいなんか重く考えすぎて、人生か、あ、結婚か仕事か、どっちかしかできないみたいな。おっしゃる通りで、今時もう男でも普通にこう子育て手伝ったりもしますし、皆さんしてくださいね。だからね、もう普通に結婚がもう本当結婚か仕事か、もう人生の最大の問題だっていう時代じゃないと思うんですね。で、ただあと、いつかするんじゃないかと思っているんだったら、常に今日できるかどうかは考えておいた方がいいと思うんですよ。なるほど。じゃないとダラ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 付き合って5年しちゃいましたってなると、時間もったいないんですね、やっぱり。大山さんどうですか？なんかあんまり結婚っていうのは身近じゃなくて、やっぱまだ20歳になったばっかりなので、これから結婚考えるんだろうなっていう年になってきたので、まあ先輩たちとかがね少しずつしてるんですけど、あんま分かんないですね。あ、どうぞ。すごい思うのは、仕事と結婚ってことにおいてっていうと、すごいまた社会派みたいな話するんですけど、うん、選択的夫婦別姓めっちゃ大事だなと思ってて、名字変えなきゃいけなくなる人が結構多いわけですよ、まだ、うんうんうん、結婚すると自分の名字変えなきゃいけないので、例えばまだ 96% 7% ぐらい女性が男性の名字に変わるっていうのがほとんどなので、うん、それこそ私今辻あさこっていう名前で、はい、仕事してて、うん、自分の会社も持ってるんで辻あさこっていうので登記してるわけですけど、それとかも全部変えなきゃいけなくて、印鑑も変えなきゃいけないし、なんなら例えばこういうところに出させていただいてる中でテロップも変えなきゃいけないし、別の番組も出てたりするので、その中のホームページの一部変えなきゃいけないとか、関わってくることがめちゃくちゃ多いので、なんかそもそも結婚っていう制度を今一度見直した方がいいのではと思います。辻さん、そろそろじゃあ次、はい、辻の気づきの方で続きをお願いしてもいいですかね。さあ、このままいきましょうか。実は次のコーナーは辻の気づき、ここから、うん、実はこれ先週からやってるんですけども、辻さんがいろいろね最近気づいたことや気になってることをちょっとフリップに書いていただこうと思うんですけど、はい、今日はちょっといろいろ何にしようかなと迷ってたんですけど、さっきの話を伺って、はい、事前に言っておくと、私字があんまり綺麗じゃないんですけど。読めればいいんですよ、字は。今週は、前回は二律背反、はい、今週は役回りということについて話していきたいと思います。もう言葉通りなんですけど、すごい飛びますね。ちょくちょくいろんな場所で話してるんですけど、学校って社会に出るまで、これ就活の番組ってことも含めて仕事について考えていけたらと思うんですけど、仕事を始める前、学生時代って学校の中ってこう成績表を見ても1個赤点あったら居残りじゃないですか、うん、学年1位の教科が仮にあったとしても、別の教科で赤点取ったら、うん、こうその教科を頑張って伸ばさなきゃいけないっていう平均点をこう維持していかなきゃいけないっていう文化があると思うんですけど、私すごいこう成績に波があって、めちゃくちゃ得意な教科と全くできない教科っていうのが分かれてたので、結構苦労したところもあって、ただ社会に出て私は何が仕事がすごい楽しいと思ったかっていうと、会社って組織になってるので、まあフリーランスの方とかももちろんいろんな人たちと一緒に仕事するので同じだと思うんですけど、社会って役回りでできてて、さっきもお話出てましたけど、例えば人と話すのが好きだから PR とか人とこうコミュニケーションを取る仕事に向いている人がいたりとか、逆に私すごい一人でこう向き合ってものづくりをするのが好きなので、クリエイターという職種、クリエイティブディレクターという仕事をやってるんですけどという職種についてたりとか、逆にすごい細かく、私すごい雑なのでガサツなんですけど、細かいこうきちきちっとしてる人で数字の管理が得意だから、じゃあ経理に行きますとか、こう自分の得意なところ赤点を頑張って平均点に持っていくじゃなくて、人より平均点より取れるものをいかに伸ばすかっていう、その凸凹の、逆に言うと凸凹があるからこそ一緒に働いてる人に対して自分も提供できるものがあるし、逆にこう 自分の中でへこんでる部分があるから一緒に働く人もこう自分の価値が提供できるって思うし、社会ってそういう、こう学校の中にいると自分これが得意とかできないとか、これ良くないって言われるとか、こういうとこ直しなさいって言われるとかあると思うんですけど、意外とできないことに目を向けるより、
究極言うと雑に言うとそこを諦めて自分が人よりちょっと好きなこととかちょっと得意なこととかを突き詰めて伸ばしていくと、うん、実は社会の中ですごく価値が提供できる人になれたりするんじゃないかなと信じながら今私もやっているっていう感じで、はい、意外としかもその役割っていうのが能力だけじゃなくて性格でも決まってるんじゃないかなと思うところがあって、うん、さっきガサツとか丁寧みたいな話したと思うんですけど絵が描けるからこうじゃあその職能を使ってデザイナーをやろうっていう考え方も一つあると思うんですけどこう私の会社の広報はなっちゃんってすごい可愛い後輩いるんですけどとかはもともと人のことがすごい好きで人と話すのが好きで友達もいっぱいいて素敵なカフェも知っててこうワイワイしている感じので文化がすごい好きで美術館行ってみたいなそれって彼女のパーソナリティだと思うんですけどじゃあそれを仕事に生かすってなるといろんな素敵なものを紹介したいっていうモチベーションがあっていろんなカフェ行っていろんな素敵なとこがあるからそれが会社の中でこの部署のこういう人ってこういう素敵なところがあるんだよっていうのを社内の温度メディアで出したりとか、うん、こう実は職能と性格って全然違うと思われがちだと思うんですけど自分すごいこだわりがちとか人と喋るの好きとか逆に言うとちょっと一人が好きとかそういうこう一見職能仕事の能力の職能っぽくないこう何でもないそれが価値になると思ってなかった自分のアイデンティティみたいなものが武器になったりするのが社会の中の役回りなのかなと思ったりしました、うんうんうん、ありがとうございます今日もすっごい喋りました役回りということで、はい、ありがとうございましたありがとうございますさてそろそろね番組また5分ぐらいで終わってしまうのでちょっと文也君を呼んでエンディングに行きたいと思いますそれではどうぞ、はい、やりたいこととか絞りとかすごいいろいろ難しいと思うんですけど目の前のやるべきことをきちんとやった上でその時その時でこう気持ちが動く方向に全力投球してれば思ってたよりいい未来が待ってると思うので頑張ってくださいはい、ふみやくんお帰りなさい神回でしたな神回でしたね竹田さんどうですか先の気になったニュースとか気になったニュース、はい、そういう感じだった、はい、小泉進次郎大臣が育児休暇どうですかね辻さんあれ、うん、育児休暇なんかこういろいろ言われてて一番コメについたのはパフォーマンスって言われてた言葉すごい、そう批判されましたねパフォーマンスだってツイッターでも見たんですけどパフォーマンスだったとしてもまずああいうポストにある人で育児休暇を男性が取ったっていうことがニュースになるようなポストの方がそれをまず一歩アクションとしてやるっていうのは私はものすごく特に今の日本の状態だと育休、まあ、男性の育休伸びてますけどそれでもまだまだパーセンテージ低いのでこう次に続きやすくなる流れは作ってくださったんじゃないかなとそういうところに税金使いたいと思いましたアメリカも確か10年ぐらい前にありましたよね財務大臣か何かがあ、はいはい、で奥様がねちょうどその時にメディアとしてインタビューをして、うん、おむつの予算はどうするんですか、はい、みたいなことをして、はい、皆さん笑わせたなんかあったんですけど、うん、やっぱりあれからアメリカもだいぶすごく空気が変わった、ね、っていうこともありましたもんね、はい、やっぱり英語でパフォーマンスって、うん、そういう、まあ、演技という意味なんですけど、うん、仕事でパフォーマンスでいいことじゃないですか、うん、確かに実行力ってあるので実は演技から実行力でつながるんですよねだからパフォーマンスでいいんじゃないかと思うんですよねパフォーマンスだったってちゃんと行動が伴ってるのも何が悪いんだろうってすごい思いますね、はい、でも行動の前に一回演技というかちょっとカッコつけることから行動って始まると思うのでカッコつけた方がいいですだから小泉さんっていつもカッコつけてるじゃないですかそう見える人もね、はい、大事なことだと思うんですよねセクシー大山さんとかそういうニュース見てどうですかなんかこうファーストペンギンになっていくっていうのが結構ツイッターで流れたと思うんですけど、うんまあ、こう私たち世代から変えていくっていう意識を持つっていう意味で、うん、あそこでこう今のトップじゃないですけどもうリーダー的な存在の人が変えようっていう勇気を振り絞ったっていうところは今後こう変わっていくんじゃないかなっていう流れ作りにはなんだかなと思います、うんうん、究極言うとあれがニュースにならない時代になってほしいなとすごい思いました、うん、当たり前のことというか、うんうん、そうですねパフォーマンスにならない時代になってほしいですよね、うんうん、いやちょっと話は尽きないですけどちょっと文也君がこっちの方がどうしてもお伝えしたいことがいきたい、はい、ツイッター見てる皆さん多分2度や3度見たことあると思うんですけどマスゴミっていう4文字本当に、まあ、我々メディアに対する厳しい批判ですね京アニの事件の時も出ましたけど、はい、実名報道とか、まあ、事故とか事件に遭われた方のご遺族への取材に対して非常に厳しい声がネットで上がっています、うん、ハフポストが読者の方に調査したところ、うん、400人以上の方から2000以上のコメントが出ました、そのコメントを高さ2メートルの壁に貼り付けて現役の記者や犯罪被害者支援の専門家の方と向き合ってメディアの
これからを考えるというイベントを1月29日に東京都内で開きます。あ、これですね。はい、はい、あのカタカナハッシュタグハフライブでこの後ハフポストのあのツイッターで告知しますので、詳細と参加方法をぜひ確認してみてください。よろしくお願いします。ちょここでね、はい、コメントもね紹介したいんですけども、はい、さっきファーストペンギン出たんですけど、うんうんうん、空を飛びたいペンギンさんからかわいい名前だ。そう、明確な夢や理想に投資できるのは気持ちいいなって。うん、そうですね、まあ、これを知ってね、もしかしたらねちょっとチャレンジとかやってみてもいいんじゃないかなと思いますので、うんうんうん、ぜひお願いします。今後もねどんどん取り上げていくんで、どんどんハフライブでつぶやいてください。はい、そしてですね、来週はですね、はい、1月28日の火曜日21時からなります。でテーマはコンビニ業界の未来。コンビニ業界の未来で、ゲストにはローソンの方が来ていただけるので、ローソン使います？あのお仕事ご一緒させていただきます。ツイッターのアカウントも結構有名ですよね。あ、そうなの、うん、なんかどうですか。唐揚げくんが有名です。結構してますね。来週はローソンなので、ね、はい、皆さん、ね、ぜひ楽しみください。はい、1月28日21時です、はい、最後みんな言っておくことあるか大丈夫か。いや、夢に投資できるじゃん。あのやっぱ夢とか話すと今マウンティングとかされる時代なんですけど、そこにお金が集まるって本当に素晴らしい時代だなと書きながら思いました。夢をこう語っていく素敵さがね、ちゃんと連鎖していくといいですよね。目をつまないでね。ありがとうございます。それではね、またじゃあ来週は28日にお会いしましょう。はい、それではまた。ありがとうございます。ありがとうございました。